少しビビりながら仕事はしてました。うーん、落ちれないんで、うんうん、1個でも下がったらかっこ悪い、ダサいっていうのが特に歌舞伎町で勝負したいなっていう、うん、分かった、じゃあスティンガー東京出そうや。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。なんか勝手なイメージですけど、はい、すごいそういう世界って人間関係がめっちゃ体育会系でこう大変っていうイメージがあるんですけど、実際どうなんですかね。当時は特にそうでした、うん、いわゆる縦社会の極みでしたね多分。特にうちのグループというかスティンガーはもう上下関係だけはもうバシッとしてました。へえ、はい、優しいんですけどやっぱ怖かったですもん。優しいんですか。優しいです、みんな本当優しいんですけど怖かったですね。うん、派閥とかがあったりとか。これがまたいいところに派閥がなかったことが僕が一番好きだったところなんですよ。うん、じゃあ争いが少ない。全員やっぱ仲はいいんですよ。うん、本当にただやっぱ怖いじゃないですか、やっぱお客さん呼ばんかったら怒られるし。うん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 、なんか前にちょっと少しビビりながら仕事はしてました。緊張感ある感じで。こんなことしたら怒られるとか、うんうんうん、この先輩のお客様を怒らせたら後でボテボテ行かれるかもしれんけ、はいはいはい、ヘルプつく時ももうちょっと気張って、うん、とにかく楽しませなきゃいけないっていう、うんうん、それって初めから結構できたんですか、その現場に立って楽しませれることに関しては、うん、空気はあんまり読めてなかったんで、うん、自分がこれが正しいと思って楽しませてたんで、うん、やっぱそれがハマらないお客様もたくさんいるじゃないですか、どうしても、うんうんうん、でそういう時とかはやっぱりもう少しこうして合わせとか、うん、やっぱ怒られてはいたんですけど、うんうん、ある程度多分飲み込みは早い方だと思うんで、うんうん、案外いろんなお客様には可愛がってもらったり、やっぱ先輩にもかなり可愛がってもらったんで、うん、でそこからまあ2年3年してナンバーワンになって、はいはい、まあ一つ夢を叶えちゃうわけじゃないですか、はいはい、その時の心境ってどんな感じなんですか。次一番怖いのはなるまでっていいんですよ、うんうん、もう上見て追いかけてるだけなんで、はい、なったら次自分との戦いになるでしょう、はい、その時に維持する方がやっぱ大変なんですよ。あ、そうなんだ。ナンバーワンはやっぱりずっと、はいはいはい、落ちれないんで、うんうんうん、かといって目指す場所ないんですよ、うんうんうん、自分の売り上げとのにらめっこだけになるんで、うんうん、そこが一番大変でしたね、維持が。ボクシングでいう防衛戦みたいな、何度防衛すればっていうような。うーん、そこで仕事がつまんなくなったりとか辛くなったりとかしなかった。全く全くはないんですか。もう次守ることに必死になるんで。ああ、じゃあもうそこにちゃんと必死になれたんですね、はい、うん、もう落ちれないというか、うんうんうん、1個でも下がったらかっこ悪い、ダサいっていうのが特に僕強かったんで。もう今こうやってできてるのが、まあ、別に全然威張るタイプじゃないの、もともと生はなってもこの感じだったんですけど、うん、この感じで自分自身がいられなくなる恐怖っていうのといつも戦ってますね、はいはいはい、周りからどう見られるんだろう、落ちた、うんうん、あいつかっこ悪い、ダサい、うん、落ちたね、ついにとか、うん、言われることがすごく怖くて。ナンバーワンにまあ、成り立てというか、まあ、その中でもね、いろいろその月によって違うんでしょうけど、はい、収入的にはどんな感じになるんですか。なんで、まあ、その時まだ20歳とか21とかなんで、はいはい、まあ、100万以上はもらってました。ああ、そうなんですね、はい、じゃあもう生活はだいぶ変わりますよね。でお金の使い方も知らないでしょう、はい、貯金なんか概念ないんで、はい、全部使っちゃうんです。もうあれだけ全部使ってました、うん、はい、地元とか帰った時に、はいはい、あ、みんなおごっちゃうよって言って、うんうんうん、もう全部出してましたね。住む場所も良くなってとか。そうですね、うんうん、やっぱ良くして服装も変わって、うんうんうん、いいものつけて、うん、でちょっと地元帰った時鼻高々に帰って、うん、おし、みんなおごっちゃると、うん、俺もできたんやけ、お前たちもできるよって、うんうん、頑張ろうや一緒にって言って、うん、でやっぱ見えっ張りやし、かっこつけしいなんで、もう100万なんかもうすぐなくなってました、うんうん、もちろんちょっと足りんぐらいなるほどなるほど。でしかもその見せ方してしまうと次地元に帰った時にそれ落とせないんですよ。はいはいはい、いやちょっとナンバー落ちてさって、うんうん、しかも地元の友達も見てるんで、やっぱりこう、お前ナンバーワンすごいね、
って言ってくれてるじゃないですか、うんうんうん、そういうのがやっぱ落ちると、うん、あお前な全然ダメやんって言われるのも怖かったし、うんうん、帰った時にやっぱ大盤振る舞いしてるんで、うん、この大盤振る舞いもできんくなる自分も地元帰れんくなるなとか、はいはいはい、なんか変なとこと戦ってましたね。うん、親の反応は？親も本当大賛成だったんで、うん、もう大喜びですよ。あナンバーワンになったんだって応援してくれてる感じで、あそれはいいですね、はい、うんうん、そこはあのやっぱ水商売で辛さも知ってるし、うんうん、厳しさも知ってたんでやっぱり最初から、うんうん、そういうふうになんかこうナンバーワンになったりとかホストで成功するとこう皆さんいいもんいい時計つけたりとか、はいはい、いいライター持ったりいいスーツ着たりとかするじゃないですか、うんはい、それってやっぱそれを揃えてる時楽しい。まあ、入ってきたお金をどう使うかは自分の自由じゃないですか。そうですね。で例えばじゃあ何百万する時計を買いますとかっていう時ってこう費用対効果としてはやっぱあるもんなんですか。そのじゃあロレックス買います、うんうんうん、何百万します、はい、それをつけることによってお客さんの反応が良くなったりとかこうなんかそういう意味があるのかなっていう。 あんた儲けとるねっていうぐらいで自己満ですかね。あじゃあもう自分が買いたくてつけたくてつけてるみたいな感じなんですかね。いやし、まあ、こういう高いものは俺も買えるぐらい給料稼いでるんだぞっていう、まあ、アピールも兼ねた自己満と、うん、あとはやっぱりこう接客する上でやっぱりいいスーツいい時計いいネックレスだったりとかやっぱその高いお金を払っていただいてるお客様に対しての一つのおもてなしのツールというか道具でしか僕はないですね。そっかそっか。お客さんにとってはその人が稼げてる人の方がやっぱ嬉しいですかね。もちろん稼げてる人の方が仕事ができるんだろうなとか、うん、でもライバルが多いだろうなって思われちゃう。あもちろんですもちろんです。ただやっぱりいいもの欲しくなるじゃないですか人って。人間に対しても多分そうだと思うんですよ。うんかっこいい人がいいし、うん、面白い人がいいし、うん、楽しい人がいいじゃないですか、うんうんうん、なんでやっぱその辺の見せ方というか、うんうんうん、じゃあ店でナンバーワンの時とナンバーツーの時では、うん、例えば新規のお客さんとかの反応とか食いつきとかも全然違うんですか。全然違います。ああそうなんだ。あの当時はやっぱとりあえずナンバーワン呼んでって言われてたんで。ああそうなんだ。あとナンバー入ってる人をつけてとか、うん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 、お客様がやっぱ選んでるんで、うんうん、上の人つけて幹部じゃないと嫌だとか、うんうん、ナンバーワンつけてとかで幹部じゃなくてもやっぱナンバーワンだったら絶対呼ばれるんで、チャンスが増えるじゃないですか。はいはいはい、うん、なるほどなるほど、はい、そうなんですね。でそれで福岡のスティンガーに何年ぐらい働いてたんですか。10年11年ぐらいですかね。あ結構長くやられたんですね、はい、それって結構飽きたりとかモチベーション下がったりとかしないですか。やっぱりずっと一番を維持することができなかったんで、うん、一旦心折れましたね。もう俺ダメなんかな、うんうん、こっから一回取ったものが落ちてもう一回這い上がるって人ってすごい馬力使うじゃないですか、うんはいはい、上がり方は知ってるんですけど、うん、もう一回落ちてしまったモチベーションとテンションになってるんで、うん、上がろうとする気力があの時上がった時の気持ちよりももう半分以下になってるんで、うんうんうん、ものすごくきついんですよ、うんうんうん、そう何年どのくらいの期間1位をキープされてて、はいはい、そこで一回落ちてでも大体1年ぐらいですかね。1年ぐらいはずっと、うん、12ヶ月連続すごいですよね。はキープしてましたね。そっからは次東京に行きたいってなったんですよ。歌舞伎町で勝負したいなっていう、うん、悩んだんですけど東京に行くってことは東京に店舗がないんで辞めなきゃいけないでしょ、うん、でもスティンガー大好きなんで辞めたくなかったんですよ。でも東京に行きたいっていう気持ちがもう先行してしまってて、うんうん、どっちを取ろう。でも人生一回きりやし今しかないと思って東京に行きたいですって24の時に、うん、なんでちょっとスティンガーを辞めさせてもらいたいんですよねっていう話をしたら、ああそっかって分かった、じゃあスティンガー東京に出そうやって言ってくれて、はいはい、その手があったかっていう、うんうんうん、もう概念にないんでスティンガーを東京に出すなんて、うん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 、でもまだ今のお前は未熟やし東京に行っても埋もれる、人間性はお前はすごくいいけど、うん、戦えるホストとしての実力はまだ持ってないけど、うん、やったら俺が認めるまで死ぬ気で頑張れ、そしたら絶対出したる、約束しちゃるけって言ってくれて、うんうんうん、まあその言葉を信じるでしょ、うん、分かりましたって、やめなくていい、
東京に行ける、どっちも夢が叶ったんですよ次の、はいはい、よっしゃ、そこでやっとモチベーションガーン上がって、うんうん、そっからまた一番目指すようになりました。 Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.